田沼おきつ継。田沼おきつ継は、江戸時代中期の旗本、後大名、江戸幕府老中、東東海相良藩の初代藩主である。相良藩田沼家初代。教皇四年、1719年7月27日、紀州藩主から旗本になった田沼伊予の長男として、江戸の本郷弓城の屋敷で生まれる。幼名は龍介。父、異行は、紀州藩の足軽だったが、 部屋住時代の徳川吉宗の側近に登用され、吉宗が第八代将軍となると幕臣となり昇進旗本となった。吉宗は将軍就任にあたって奇襲系の家臣を多数引き連れて幕臣とし、特に勘定方と将軍を呼び、子供たちの側近に配置して幕政を掌握したが、沖継は奇襲系幕臣の第二世代目に相当し、第九代将軍となる。 徳川英茂の西丸五将として抜擢され、教法二十年、千七三五年に、父の遺跡六百国を継いだ。父、異行は息子を授かるために七面大明神に帰えし、そして、おきつぐが生まれた。そのためおきつぐは七面大明神に感謝し、家紋を、七曜性に変更したと言われている。原文二年、一七三七年、十五位した主伝頭になり、 延響2年、1745年には、家重の将軍就任に伴って本丸に仕える。寛永元年、1748年に1400国を、加造され、法歴5年、1755年にはさらに3000国を、加造され、その後、家重によって、法歴8年、1758年に起きた身の、国軍上半の百姓一揆、九条一揆に関する裁判に当たらせるために、 小川雇用取次から一万国の大名に取り立てられた。法暦十一年、1761年、家重が死去した後も、聖主の第十代将軍、徳川家春の信任は厚く、八九の勢いで昇進し、明和四年、1767年にはさらに小川、雇用取次から板倉勝清の公認として、河用人へと、四五千国の数を受けた。 さらに十四位下に進み二万国の相良上司となって、明和六年、1769年には自重に上がり、老中閣になる。安永元年、1772年、相良藩五万七千国の大名に取り立てられ、老中を兼任し、前後十回の画像でわずか六百国の旗本から五万七千国の大名にまで昇進し、側合用人から老中になった初めての人物となった。 順次加増されたため、この5万7000国の内訳は、東東海国相良だけでなく、駿河国、下宇佐国、相模国、三河国、泉国、河内国の7カ国14軍にわたり、東海道から機内にまたがる分散事業となった。この航路より、老中主座である松平竹本などを沖継ぐを中心とした幕府の、閣僚は数々の幕政改革を手掛け、 タヌマ代と呼ばれる県政を握る。悪化する幕府の財政赤字を食い止めるべく、重症主義政策を取る。内容は、株仲間の結成、銅座などの潜培制の実施、鉱山の開発、蝦夷地の開発計画、田原物などの潜培による外国との貿易の拡大、下佐国印場沼の干拓に着手する等の政策を実施した。その結果、幕府の財政は改善に向かい、 景気も良くなった。しかし、社会の初期資本主義化によって、町人、役人の生活が、金銭中心のものとなり、そのために増収祭が横行した。また、都市部で町人の文化が発展する一方、駅の薄い農業で困窮した農民が田畑を放棄し、都市部へ流れ込んだために、農村の後輩が生じた。インバヌマウ運河工事の失敗や名話の退化。 アサマ山の大噴火などの災害の勃発、疲弊した農村部に天命の飢饉と呼ばれる食糧難や薬病が生じた。オきツぐは対策を打ち出すが失敗し逆に事態を悪化させてしまった。その中にあって財政難に陥っていた諸藩は米価の値上がりを借金返済の機会とし、検知により年貢の取り立てを厳しくしていった。このような世相の中、 それらは元による都市部の治安の悪化、一気、打ち壊しの激化により不満が高まり、江戸商人への権益を図りすぎたことを理由に、増収は意義枠を流されるなど、次第に田沼政治への批判が集まっていく。外国との貿易を黒字化させて、国内の金保有量を高め、さらには北方において、ロシア帝国との貿易も行おうとしていたほか、 平賀が玄内などと信仰を持ち、乱学を手厚く保護し、死の交渉の別に囚われない、実力主義に基づく人材登用も試みたが、これらの急激な改革が、身分制度や趣旨学を重視する、保守的な幕府閣僚の反発を買い、天明四年、1784年に、息子で若年寄りの田沼沖友が、江戸城内で、 佐野正子とに暗殺されたことを契機とし、県政が衰え始める。天明六年、1786年8月25日、将軍家春が死去。死の直前から家春の歓気を被ったとしてその周辺から遠ざけられていた沖継は、将軍の死が秘せられていた間、高貴な人の死は一定期間秘せらるのが通例に出脚するが、この動きには反対沼まはや、 一橋や徳川春貞の作望があったともされる。8月27日に老中を辞任させられ、眼管詰めに降格。うるう10月5日には、家春時代の数多分の二万石を没収され、さらに大阪にある倉屋敷の財産の没収と、江戸屋敷の明け渡しも命じられたのだった。その後、沖継は、湿気を命じられ、二度目の減報を受ける。相良城はぶち壊し、 城内に備蓄されていた金国は没収と徹底的に処罰された。長男の沖友は一昨年に暗殺されており、他の三人の子供はすべて養子に出されていたため、孫の龍介が道の区一万国に原天法の上で、かろうじて大名としての家徳を継ぐことを許された。同じく敬拝から側用人として権力を上り詰めた柳沢義安や真辺秋久が、 自任のみで処罰はなく、過労も維持し続けたことに比べると、最も過劣な末路となった。その2年後にあたる天命8年、1788年6月24日、江戸で死去。去年70、田沼の失脚後から、すでに悪評が出ており、これは、明治以降も引き継がれた。しかし、河地敏明は、よほどの豪傑、正直の豪傑であったと評している。 近代には、大正6年、1917年に、辻善之助著、田沼時代が発表されると、田沼をきつぐイコール、賄賂政治家とされ、田沼悪人説が流通していた。ただし、辻は、政策の進歩性などについて大きく評価しており、解明的政治家としての再評価も高まっている。また、大石慎三ーラは、賄賂政治家という悪評は反対派によって、 政治的に作られていったとしている。これらの説によると、田沼悪人説の根拠となる資料も、田沼失脚後に、政敵たちにより口説さたもので、辻の著作においては信憑性が検証されていないとしている。また、仙台藩主立重村からの賄賂を田沼が拒絶したという資料の存在。逆に、田沼を非難していた、松平定信部も田沼にいいや金品を送ったと。 書き残していることなどをその論拠としている。また、増収愛は、江戸時代通じての問題で、それ、自体も、近代以後に比べればかえって少なかったという説も、唱えられている。なお、田沼の没後、松平沙信によって、資材のほとんどを没収されたが、その時には、ゴミ一つでないと言われるほど財産がなかったとの逸話も、 田沼失脚後に老中となった松平定信羅府大審判による完成の改革が始まり、おきぐの政策は否定される。十一大将軍、徳川家成の大御所時代に、水野忠友の子、水野忠明と田沼おきぐの四男田沼伊勢らによって、重傷主義に基づく政策は一時見直されるが、大御所家成の浪費のためほとんど,とんど効果を上げることは、できなかった。 松平定信は、庶民の着物の柄まで制限するほどの失素険悪な方針だったので、良くも悪くも、世俗的な田沼をき継ぐの政治を懐かしむ声も見られた。この時期流行った楽詞として、次の二つがある。定信の就任当初は、前者の歌が流行ったが、やがて改革が厳しすぎるとわかると、後者の歌にとって変わられた。現在の田沼論はどちらかといえば、 道中としての田沼を論ずるのがメインとなっている感があるが、相良藩主としての田沼に関しては、街道や港の拡張、火事対策、相良で起こった大火の後、わらぶきの家はことごとくかわらぶきにするよう例を発している、食産工業など極めて正当的で、党を得た姿勢を行っている。旧相良藩中にある、牧野原市では、郷土の偉人として紹介されることが多い。 相良城が位置した場所に存在する、私立の相良中学校の校章は、田沼沖継ぐの遺構にあやかり田沼家の家紋である、七葉門モチーフしたものになっている。また、同校の体育大会と文化祭を総称して、七葉祭という。イエール大学のジョン・ホイットニーホールは、田沼沖継ぐ、七百十九から七百八十八、ホーラナー・オブ・モダン・ジャパン、九百五十五 において、沖継は、近代日本の先駆者と評価している。先代範囲の工藤平介は、迫り来る北方の大国ロシアの脅威に備えるため、赤江戸風雪港を、天明三年、1783年、当時の幕府老中、田沼沖継に献上した。このことが、田沼の江戸地開発の原点になったと言われる。田沼は、エゾ地調査団に、 まず、形成家の本田俊明を招兵しようとしたが、辞退されてしまう。代わりに、本田から推薦されたのが、モガミ内であった。発明家として有名だった、平賀ガ・内のことを、田沼は大変気に言っていたと言われる。田沼は平賀を、オランダ商人のいる出島に留学させたこともあった。ところが、平賀ガ・内が、殺人事件を起こしてしまったため、田沼は、 彼とのつながりを全面的に否定せざるを得なかった。もし平賀が殺人事件を起こしていなければ、田沼はエゾ地開発の責任者を平賀にやらせただろう、とも言われている。ただし平賀は自身の思った通りのこと、遊学、江戸業などを行うため、自家の隠居願いと引き換えに、高松藩より方向が前の扱いになっていたため、そのあたりについては甚だ未知数な推測である部分は否めない。 貨幣経済を進行しようと思ったきっかけは、徳川吉宗による政治にあった。吉宗時代の失素倹約は、幕府の財政支出の減少のみならず、課税対象である農民にも倹約を強制し、税を絞り取ろうとするものであった。それによって、幕府財政は、大幅な改善を見たが、この増税路線は9代将軍家10の第2は、百姓一揆の増発となって現れ、破綻するのである。 そして、天領における一揆ではないものの、沖継ぐは、苦情一揆の裁定を任されたことから、農民に対する増税路線の問題を目の当たりにする立場であった。また、米相場の乱高下に頭を悩ます吉宗を身近で見て、田沼は日本に、貨幣経済を普及させて、問題を解決できないか、と考えたという。田沼の経済政策は、 市中に流れる貨幣の流通速度をコントロールして、経済を活性化し、そして商人に対する課税によって、幕府の財政を健全化させる目的があったとする説が有力である。沖継は逆に景気を刺激し、内需を拡大し、その結果利を得た商人に課税しようと考えたのである。そのため、広く人材や検索を取り入れたが、山氏の跋扈する時代を生むこととなった。 そのようなマイナス面を見て、彼の行った諸政策を、近建政治の一言で切り捨てる向きもあるが、農民に重税を課すような課税ではなく、民衆を富ませて、幕府財政を立て直そうとした側面を無視している。田沼き継ぐの在任中に、幕府財政の貨幣収入が増えたことは、特筆に値する。田沼は、蝦夷地を調べるために、幕府の探検隊を作った。 メンバーには、青島と三最もがみ徳内、大石一平、岩原弥ろなどがいた。また、江戸地の調査開発を進める、事務方には、環状奉行、松本周持、環状組頭、土山総次郎などがいた。そして、幕府の潤沢な財政を、江戸地開発に注ぎ込んだが、あまり良い結果は出せなかった。田沼失脚後、松平定信は、田沼の政策である、 江戸地開発を中止し責任者を厳罰にしたが、その頃、江戸地近海に頻繁に現れるロシア感染に不安を感じ、江戸地の天領が北方警備に幕府として取り組み始めた。田沼沖継は、小川雇用取次であった法歴八年、1758年に、第九代将軍家中から五福京子門内に屋敷を与えられるとともに、相良一万国の大名となった。 この時の相良は、九上一騎で海域となった、本田忠中が全領主であったが、城はなく、陣屋のみあった。明和4年、1767年には、第10代将軍家春より、神田橋拷問内に屋敷を与えられ、この時から、神田様と呼ばれることとなった、さらに築城を許可されて、城主閣となった。翌年から、相良城の建設を始め、 完成までに十一年間の月日を要した。おきつぐは不審工事を、過労の井上伊織にすべて委ね、千七百八十年、安永九年の完成に合わせて六十二歳になった。おきつぐは、県分の名目でお国入りを果たした。特に天守を築くことを許されており、縄張りを、北条流軍学者の須藤二郎兵衛に任せ、三重櫓の天守閣を築いた。出世を重ねた、沖継の所領は、 最終的に5万7千国にまで数をされた。沖継は江戸上府で惑星の執務に努めていたため、国元の反省については、町方と村方の統治を明確化し、上代、国家老などの反省担当家臣を国元に配置した。上記の築城のほか、城下町の改造、後に田沼街道、相良街道と呼ばれる東海道藤枝塾から相良に至る、 分岐路の街道整備、相良港の整備、助成金を出して河原焼きを奨励して、火事対策とするなどの因羅に力を注いだ。沖継は、部長一期の調査と裁定を行った経歴から、年貢増長政策だけでは、経済が行き詰まることを知っていたので、かくんで年貢増長を戒めており、寮内の年貢が軽いことから百姓が喜んだ逸話が、残された。 食産工業政策にも取り組み、農業では、養蚕やハゼ栽培の奨励、製塩業の助成、食料の備蓄制度も整備して、反省を安定させた。おきつぐの家臣には、正規の武士ではない者、つまり老人や農民などの出身者が多く、竹からは、異色の家と言われつつ、このような斬新な雇用が、田沼や独特の花粉を築いたともされる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。